大阪マラソン2011第1回大阪マラソン大阪マラソン2011は2011年10月30日に開催された第1回目の大阪マラソンである出場募集は2011年2月15日に開始し即日にエントリー数が3万人を超えたランナーの受付と同時に開催するイベントスポーツメーカーなどが出展するイベントブースや展示即売会 国内市町村などが出展する観光ブース、大阪の食を紹介する、コーナーなどを設置する。エントリー数は17万1744人で、倍率は5.5倍。最高齢は96歳だった。大阪マラソンを公演している毎日放送が、エリート部門、読売テレビが、市民ランナー部門の生中継をそれぞれ組み込んだ、特別番組を、関西ローカルで放送した。 なお、視聴率は、ビデオリサーチの関西地区調査分による。MBS、大阪マラソン2011走り出した情熱のランナー、YouTube、大阪マラソン2011から3万人の、感動フィニッシュ性中継 SP、大阪マラソンを講演している放送局で唯一、ラジオ放送部門を運営している毎日放送では、当日午前中のレギュラー番組、日曜出勤制ラジオ内で、 フルマラソンの模様を随時中継。ネンを代表してフルマラソンに参加していた上泉祐一が走りながら沿道の様子を実況していた。ありがとうございます。